すする TV。 ずるずる、どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日はですね、こちら南浦和に来てまして、ずっと前から気になっていた埼玉のつけ麺の名店来ちゃいました。ドン。 JR 南浦和駅から徒歩10分くらいのところにありますあんごさんにお邪魔してます。こちらあんごさんは埼玉県のね、つけ麺の名店である自然薯さんで修行された店員さんのお店で、この自然薯というお店は東京のラーメンストリートにもあります六輪車さんの支店ということで、いわゆるね、正統派の豚骨魚介つけ麺がいただけるみたいですね。あんごさんのね、つけ麺のその堂々とした見た目にもすごく惹かれてて、まあ、さらにね、その出身店をたどっていくと六輪車の姿もね、見えたということで、埼玉でも屈指の美味しいつけ麺いただけるんじゃないかということで、早速すりに行っちゃいましょう。まあまあ南浦はね、割と久しぶりですよ。最後に来たのがね、原田さんですね。あの原田さんもまたあの本田系列のね、本田さん系列のお店で、しっかり太い手もみ麺を使ったあっさりながらコクのあるね、醤油味のラーメンいただきましたけど、さあということで駅から歩いて10分ぐらいですかね、あんごさん到着したんで早速お店入っていっちゃいましょう。レッツゴー。さあ、あんごさん、ショーキャストです。今回は特製つけ麺をプッシュしました。店内はストイックな雰囲気で、黙々と、そしてキビキビ動いて調理をする店主さんはまさに職人。常連さんらしき方たちもすすり音だけを響かせて目の前の一杯に集中しているぞ。こういう雰囲気のラーメン屋さんも好きなんだよなと思いながら待ってるぞ。こちらがあんごさんの特製つけ麺です。並でも 300g という麺はどさっと盛られ、これから始まるすすりの旅に起承転結をもたらしてくれる。濃厚な色をしたつけ汁にはチャーシューがたっぷり使っており、食欲の扉は両開きで全開になったぞってことで、いただきます。ではまずオンリー麺すすり。密度高めな力強い食感で、しっかり水で締められていることがわかります。そしてお次は早速そんな麺をつけ汁にくぐらせて、よっしゃ、すすろう。ドカーン。つけ汁は魚介が前に出た正統派な豚骨魚介味で、魚介のザリザリ感がありつつ、ビシッと旨味も感じられる。ベースの豚骨もどっしりと構えた模範的なうまさで、私の可愛いつけ麺、可愛い豚骨魚介、可愛いちっちゃな白いくつ。極太麺は表面にワシワシ感がありつつ、噛むともちっとした力強い弾力があり、濃厚なつけ汁に負けない豊かな風味も持ち合わせている。どんどん吸ってどんどん噛んで、全てを体の一部として取り込んでいきましょう。さて今度はどでかいチャーシューをガブリノーイ。肉質しっかりで肉肉しいチャーシューは内容のボリューミーさを底上げしてくれる。濃厚な魚介豚骨スープにどっぷりとつければうまさ満杯で、私は肉を抱きめていたい。相乗効果とパワー向上で、すすりの速度は100ノット。てな感じでメンマもコリッコリーなの食感パーリないで、やはりそのアクセントが誘発するのは食欲。魚介のうまみ溶け込むつけ汁に次々と麺をダイブさせる様子は、さながら釣りを楽しむ雪春。海苔の磯貫くんも風味を広げてくれるグッドパートナー。その後も細切りのチャーシューや大判なチャーシューをワイルドに食らう野生味あふれるすするの一面を皆様にご覧いただいて、常連さんに負けじとあんごさんの濃厚な味わいを堪能していきます。というわけで、並でも麺量 300g に加えて特製にしたことによるたっぷりなトッピング軍団をものともせずに、気がつけば折り返し地点を越えてゴールで待つ大観衆の前へ。可愛いナルトもパクリと食らって、ほっこりマスター2022も爆誕したところで、海苔の磯貫ソロ活動を経たら明日は、これまた安定感のある味しみ具合で締めへのエスコートをしてくれる名脇役で、パクパクと食らった後はスープ割りで締めましょう。温かさと出汁が優しく広がり、お手本のような厚遇を受けられる。いつまでも飲み続けていたいけれど、必ず終わりは来るもので、知らぬ間に飲み干せば本日も完食です。大変美味しくすすれました。魚介豚骨つけ麺とはこういうことだよなぁと改めて教えてくれる濃厚で安定した一杯でした。それではゴスレ。はい、
ごちそうさまでした。いやー、安吾さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。店内は男性客多め、女性もちらほらいらっしゃったんですけど、みんな黙々と目の前の一杯に集中していた印象で、ストイックな空間ながらお客さんのズルズル音と、厨房で店主さんがこう作業しているね、この作業音みたいなのが聞こえてきて、すごく心地の良い店内でした。注文したのは狙い通りの特製つけ麺で、店主さんは同じく埼玉鴻巣の有名なお店自然薯で修行された方とのことで、自然薯もですね、元をたどれば濃厚魚介つけ麺の元祖ともいえる六輪車さんのお店ということで、魚介が前面に出たパンチのある魚介豚骨つけ汁、これがね、六輪車の DNA をビシビシと感じる魚介、なんかあのなんともエモいわれな不思議なこうザリッとしたような感じがあってね、うまかったですね。往年のラーメンファンはもちろんのこと、ライトなラーメン好きの方にも響く美味しさがあるんじゃないかと思いました。麺は小麦の密度高めで、水でしっかりと締められた極太麺で、表面はガシガシと力強く、噛むともちっとした食感ありまして、麺量は並でも 300g 入ってまして、ガシもち麺はね、しっかりと噛み締めるように味わうことのできる美味しさで、結構ね、ちゃんと噛むんで、体感のボリュームは 300g 以上あるかもしれないですね。一杯でしっかりとお腹いっぱいになれる大満足なつけ麺でした。常連らしき方は結構ね、あの中華そばをすすっている方多く見られたんで、また行く機会があったらね、中華そばすすりたいなと思いましたね。ごちそうでした。それでは、するの公式キャッチフレーズ、安吾さん、I'm falling DNA や六輪車の雰囲気感じましたね。うまかったです。どうも、チャルドーです。のびです。本日も安吾さん、はい、美味しそうだな、濃厚な魚介豚骨つけ麺、すりて、いや夏はいいですからね、やっぱりね、やっぱ、はい、はい、そのわけでこの辺、はい、皆様からいただいたコメントにスル TV を編集する、のびとチャルドーが返信していくというコーナーになっております。はい、はい、本日はですね、はい、この間、家系ラーメンで、はいはいはい、ご飯にキューちゃんとか豆板醤、ニンニク乗せて、うん、海苔で巻くという、はい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 、この行為に名前をつけてくれと。あ、武蔵屋の会でね、はい、ちょっとそういう動画を出しましたが、はい、コメント募集しましたところ、はい、いっぱい寄せていただきました。決めようぜ、じゃあ今日は決めましょう、はい、まずこちら、はい、のり巻きの命名、はい、のりを。あ、いいじゃん、マサオみたいでいいじゃん。確かにね、鈴木さんのね、鈴木さんのうずらのことをマサオって呼ぶんですけど、常連さんの名前でね。そう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 、のりをいいですね、のりをいいね、一缶擬人化した方がやっぱり、あ、確かにのりを結構いいな、しかもあの番長感もあるし、スロットの番長好きなんで。そっか、いいな、いいかもしれません、のりをいいですね。もう一つ、ススロール。あー、なるほど、デンプシーロールみたいでかっこいいと。かっこいいわ、自分で言うんだ。自分でかっこいいわ、自分で惚れ惚れしちゃってんじゃん。デンプシーロールみたいでかっこいいわーって、初めの一歩のね、技ですね。なるほど、主人公がやる。ちょっとデンプシーロールの説明いらんわ。え、わかんねえ、なんとなくもうバックボーンあった方がいい。あ、なるほどな、まあ、ススロールか、なるほどな、ススロール、まあ、すするのものじゃないからな。そうなんだよ、考えたのはすするじゃないから、うん、し、なんかいろんな人が聞いてとかもあるし、うん、なんかまあみんなにやってほしいしな、はい、すする発祥じゃないからな。そしてもう一つ、はい、無双龍騎ドルザーク飯、この一択やん。一択ではないよ、絶対にその一択ではないよ。一択だとしてもその一択ではないわ。そのカード俺引かないな。引かない。デュエマですけど、ね、デュエマです。そのカードがあっても俺は引かない。まあ、めっちゃ無双してたらしいけど、そう、俺らちょっとデュエマ世代じゃないんで。そうなんですね。ススルがちょっと聞いてみたら、ちょっと知ってるみたいでしたけど、はい、うん、でまあススル本人に選んでもらいました、はい、結果は、はい、無双龍騎ドルザク飯。マジかよ。マジかよ。これになりました。すするが言うなら仕方ないか。ノリオじゃなかったか。俺はノリオだったけどな。ノリオか。あ、まあね、無双してたらしいからね、その世代では。まあ確かにね、本当に無双してたらしい。その無双龍騎ドルザークってのもあるんだもんね、まあ、あるんで。何がかかってるのこれに。分かれへんけど、ノリのあれに何がかかってる、まあ、すするがデュエマ好きっていうことを知ってコメントしてくれたんで、いや、ありがとうございます。これからこれを使いますんで、はい、皆さん覚えておいてください。ちょとんとしないでね。ということで、皆さんからのコメントいつもお待ちしております。はい、よろしくお願いします。